少し間が空きましたが、画像生成 AI のウェブサービス C アートを使用して同じ顔で表情だけを変えるっていう方法の動画を、半年ぐらい前に投稿したんですけども、ご好評いただきありがとうございます。まだ見てない方は概要欄に貼っておきますのでぜひご覧ください。 C アートも少し見ないここ半年ぐらいでいろいろ変わってきましたね。はい、機能が追加したり、まあ仕組みが変わったりで、こういろいろ久々にログインしたらいろいろ変わっててびっくりしました。変わった点ですとか、作成していくときに使用するモデルやローラなどでもこう使用許可の範囲が決まってたりとか、そういった作成の際の注意点などいろいろ変わってきてますので、まあ、実際に作成していきながら簡単に説明していくのと、あと新機能でクイック AI っていうのですね、ここら辺たくさん機能が追加されてますので、そちらもいくつか機能を紹介していきたいと思います。はい、あとはスマホ版もリリースされましたので、そちらも触りだけ紹介させていただきます。それでは行ってみましょう。基本操作に関しては前回の動画で説明させていただいてますので、省かせてもらいます。まずはですね、ログインをしますと、ホーム画面がこのような形ですね。ここにこうメニューが入ってまして、前までは AI 広場っていうのでこうメニューで、あったと思うんですけども、今はこのホーム画面のこの下のところにですね、もう広場っていう形で、前の AI 広場ですね、のような形でここに、表示されてます。で、おすすめだとか、こう人気とか新着っていうのがありまして、はい、ジャンルごと、こういう風に、表示を切り替えることもできますと。で、スタジオっていう風にしますと、ここにも同じように AI 広場みたいな感じでこうやって、公開されてるやつが出てきますね。はい、そんな感じですね。はい、で、創作するときはここで創作っていう風に押して、進めていくような感じですね。はい、続いてローラーなんですけども、このタイプローラーのこの画像ですね、これを例えば、この名前をコピーしておいて、自分の制作の時にですね、このローラーのところに、例えばこの名前の検索してですね、検索すると、まあこうやって出てくれば、普通にこれ選択して、ちゃんとこう指定できるんですけども、これが出てくるものばっかりではないんですよね。例えばこれですね、検索機能を改善したとは書いてあったんですけども、例えばこれですね、これをまた制作するときに、検索してみると出てこなかったりするんですよね。まあ、この場合はですね、トップに戻ってもらって、この作品とかってこれ選べるので、これモデルに変えてもらって、ここでこう検索するとですね、検索が出てきますので、こいつを開くと、あ、これですねっていうので、この場合はここで例えばお気に入りとかっていうので、お気に入りにセーブしといて、創作ですかね、創作っていうふうにやると、まあ、ここに一回セットされるんですけども、ここでもう一回見てみると、さっき、登録したものがここにお気に入りですね、ここに入ってますので、これで、自由に、追加できるようになりました。はい、こんな形で、使っていければいいのかなというふうに思います。で、これ、ローラが、このフリー版ですね。フリー版だと、3つまで追加できるのかな？そうですね。一応3つまで、追加できるようになってます。はい。例えば、こう選択してもらって、この画像ですね。この画像はここの、モデルを使ってますよっていうので、このモデルの許可範囲ですね。許可範囲っていうのをここで見ると、表示されるようになってますので、これで、確認できるんですけど、ここは全部許可されてますね。こんな感じで、例えばこれだとすれば、生成された画像を販売または商業目的での使用を許可しないっていう場合ですね。これバッテンになってたりとかするので、こういうところは注意ですね。これを使ってどこまで使用するかっていうのも含めて、選択するようにしましょう。はい。それぞれのこれはローラの場合ですね。ローラの場合もこういうふうに設定されてますので、はい、ここを確認して使用するようにしましょう。続いてはクイック AI の機能をいくつか紹介しようと思います。まずホームのクイック AI ですね。ここの AI 写真を選択していただくと、オンライン AI フォトジェネレーターというものが出てきますね。
で、こう、まあ、選んでいくんですけども、例えば、このドレスを着た、洋風な顔をしてるこれですね。この方の顔ですね。思いっきりアジア人顔の、顔に、してみようと思います。はい、できました。見てみましょう。はい、そうですね。だいぶアジア人顔になりましたね。はい、なんとなく雰囲気は変わったかなと思います。続いてはクイックエアのジブリスタイルってやつですね。はい、こちらでまた、元の写真を選んでいって、まあ、このようにちょっと爽やかな笑顔の青年をアップロードしてみました。これで実行してみようと思います。はい、できました。見てみましょうか。まあこんな感じの元の画像なので、だいぶ雰囲気は似てる感じですね。まあジブリ風、アニメ風にはなりましたかね。ジブリ風かと言われたらジブリかどうかはちょっとよくわかんないですけど、はい。こんな感じですね。続いては、こうちょっとジブリとは、雰囲気の違うアニメの顔ですね。これをちょっとセットしてみました。はい、こちらですね。ここの下の欄にですね、バックグラウンドのプロンプトも入力できるようになってますので、ちょっとここに、標高5000メートルの頂上っていう、山の頂上っていう、一応バックグラウンドプロンプトを打ってみましたので、これで作ってみようと思います。はい、出来上がりました。おー、これはだいぶジブリっぽいですね。いい感じに仕上がったと思います。で、バックグラウンドもちゃんと標高5000メートルの頂上っぽい、バックグラウンドできましたね。これはなかなか完成度高いかなと思います。はい。はい。続いては、スマート消去ですね。最近はね、スマホなんか、新しいスマホなんかを使って、よくね、アプリなんかでこう、いらないものを消すみたいなのが、よく聞きますけども、ここでどれぐらいできるか確認してみましょう。じゃあ、まずは、はい、このような写真を取り込んでみました。で、真ん中に人がいるので、この真ん中の人を消してみましょうってことで、こう選択して、ポチッと押しますね。消去開始ですね。はい。はい。もうすぐにです。こんな感じで人が消えて、画像としても違和感のなく、修正されてますね。はい、こんな感じですね。はい、クイック AI 機能ですね。すべては紹介できなかったんですけども、他にもいろいろな機能がたくさんありますね。はい、このディズニーフィルターなんていうのもね、機能もありますし、いろんな機能がありますので、また皆さん、いろいろ使ってみてください。はい、続いてスマホアプリもですね、こちら C アートで検索すれば普通にダウンロードできます。で、これ、ログインして入りますとですね、この上のメニューから、まあ、スタジオとかっていうメニューがありましたりとか、あとこれ下行けばですね、AI 広場の内容も見れますと。そうですね。で、下メニューの創作とかを押せば、まあ、過去創作したものとかも見れますし、はい、ここですね。で、マイページの方を見れば、ここら辺のマイページの内容も見れます。はい、あとはこの下のプラスボタンですね。ここを押して創作モード入りまして、そうすると、こう、いろんな、創作モードがありますので、ここの選択して創作の方をしていけます。はい、戻ってもらって、この簡単モードってやつですね。これを押して、作ってみましょうか。はい。まずは、チェックポイントですね。ここで、モデルの方を選んでいきましょう。はい、モデルを、選んで、まあ、お気に入りのやつをこう選択してですね、選んでみたりとかして、プロンプトですね。これ、スマホだとこの下の方に候補みたいなのがありますので、これを押すとも勝手にプロンプト入れていきますので、選択して入れていくっていうこともできますね。はい。で、真ん中のところにこうメニューみたいなやつもありますので、これで例えば、エフェクトとかっていうので、こんなエフェクトかけたいよっていうのがあれば、それを選択してもらえば、選択した言葉が入るっていうような形ですね。簡単ですね。はい。まあ、こんな形でですね、適当に、プロンプトを入力していきまして、これで、創作のボタンを押していこうと思います。はい。はい、まあ、作成される時間もパソコンとそんなに変わりはないと思います。はい、サクサクっと作ってくれますね。でもう少し待てば、作成がされると思います。
はい、これで絶妙という形で作成されましたね。で、バッテンを押してもらって、こんな感じで作成ができましたということですね。はい、アプリ版も、こんな感じで作っていけそうです。はい、簡単ではありますが、アプリの紹介をさせていただきました。はい、いかがでしたでしょうか。まあ、機能たくさん追加されていて、その中のほんの一部を紹介させていただいたんですけども、はい、また要望等あればですね、他の機能なんかも紹介できればなというふうに思います。はい、本日は以上です。ありがとうございました。